はい、どうもこんにちは。コウさんよろしくお願いします。お願いします。お願いします。じゃあ、今回は、4ヶ月目のもう終盤に差し掛かって4週目ですね。ちょっとまあ活動報告というところで、4ヶ月目は2週目に1個動画撮ってですね、2週空いたという形になりますので、その間のところ共有できたらなと思うんですけれども、前回まではちょっと振り返ると、3ヶ月目、調子よくフィニッシュした後、4ヶ月目1週目、2週目で、まあかなり利益がですね、ポンポンポンと上がって、まあ30万円は若干いかなかったかなぐらいですけど、まあ大体30万ぐらいか、2週間で出たかなというところだったかなと思うんですけども、まあその後、2週間経って、今、どういう状況かというところですね。ちょっと確認していきつつ、まあ、近況も報告していただけたらと思います。よろしくお願いします。はい、了解です。よろしくお願いします。実際この2週間でどうですかね、利益としてはどれぐらい出ました、この2週間だと。2週間では10万ぐらいですかね。10万ぐらい乗したぐらいですか。なるほど、なるほど。プラス、じゃあ前回2週目にプラスして10万だから、今月はまだちょっと残ってるけど、だいたい40万ぐらいでフィニッシュするかな、みたいな感じですかね。そうですね。利益としてはですね。いや、素晴らしい、素晴らしいですね。アクセス数とかどうですか？落ちてないですか？最近ちょっと伸びて、800から900いかんぐらいまで来ましたね。いい感じですね。伸びてきました。いや、ちょっと整ってきたかなというところかなと思うんですけれども、そうですね。反応とかだとどうですかね？結構1日何件も来ます、今は。そうですね。問い合わせで言うと、最低3から5ぐらいは来るようになってきました。いい感じですね。やっぱこのアカウント成熟してきた感覚っていうのは、ありますかね。めちゃくちゃありますね、やっぱり。めちゃくちゃあります。いや、よかったです、よかったです。まあちょっと確かに取引に関する質問が最近は多いかなというところかなと思うんですけども、やっぱそこの取引の質問ぐらいですもんね、今は。そうですね。もうそこの質を上げるというか、やっぱり取引が問い合わせとか増えてきて、今までにないようなパターンとかも多々あったりするので、なるほど、なるほど。最近で言うとそこをまあ詰めていくかなぐらいですね。やっぱりこの取引の数だけドラマがあるじゃないですけど、いろんなケースがね ありますから、そこやっぱ一個一個、まあ、僕がもう事例として経験してるものだったら共有させていただきますし、まあ、もちろん僕も初事例のものも実際に質問の中であったりしますけど、その時はまあ一緒に考えながらね、進めているっていう状況かなというところかなと思いますね。はい、ありがとうございます。わかりました、ありがとうございます。利益、まあ、2週間で10万乗せたというところは合格ラインのところかなと思いますので、頑張っていただいたかなと思いますので、ちょっと引き続きやっていけたらってところですけども、まあ、どうですかね、高値売りとかってできました、この2週間のうちでですね。そうですね、一発結構あって、ビトンのコードビトンのコードですね。が一撃で5万ぐらいですね。あ、一撃5万、素晴らしいですね。サイズがね、このコードとかだとあると思うんですけど、それもバッチリ、あれですよね、フランスにあったやつですよね。あ、そうです、そうです、そうです。バッチリその決まって気持ちよかったかなと思うんですけれども、高値売りも成功しつつ、まあ、小刻みに刻みつつってところで積んだかなというところかなと思うんですけども、終わりました。まあ、ちょっと、事例いい感じのものがあったかなと思うんですが、イレギュラーもありつつ、成功もありつつ、徐々に成功していけたらなとは思うんですけども、今月からまあ4ヶ月目に入って、前回、2週目終わった後ですね、ちょっと新たな施策取り入れていったかなと思うんですけども、そちらについてですね、ちょっと現状、報告いただいてもよろしいでしょうか。現状で言うと、もう試作した3アカウント目っていうところで言うと、まあ、アカウント自体はほぼ出来上がってて、で、外注さんもまあ募集しつつ、雇いつつみたいな現状で、なるほど。まあ、あとはちょっと細かいところですね、あとショップの作り込み、出品ページの作り込みというか、まあ、いろいろとこう教えていただいたやり方っていうところの準備ぐらいすれば、もう正直いつでもスタートできるかなっていう感じです。なるほど、なるほど。ちょっとそちらの2アカウント目、3アカウント目、仕組み作りというか、もうスタートしていってですね、5ヶ月目からは3アカウント体制でスタート切れるようなところを目指していくというところですよね。まあそちらも本当やることはまあ一緒なんで、結局まあ3アカウントちゃんと作れたし、で、実際にまあ1アカウントでこういう形で成長してきているわけなのでですね、同じことをやっていけば再現性高く利益も取れていけるかなと思いますので、そちらも抜かりなく5ヶ月目以降ですね、利益上げていって、まあちょっと6ヶ月目のプラスに近づけていけたらなというところですね。
わかりました。複数アカウントっていうところをね、話し出していただけたかなと思うんですけれども、やっぱ1アカウント潰れちゃうとやっぱ怖いですよね。今まで積み上げたものがなくなっちゃうんでですね、それを、やっぱりリスクヘッジじゃないですけども、収入をゼロにするっていうことはやっぱできないので、アカウント増やしてここのリスク分散をしつつ、利益も拡大していくというような形でですね、今後やっていくという流れですね。でまあ複数アカウントについて、まあ加えて言うと、やっぱ1アカウントあたりのそのマックスの利益っていうのがやっぱ20万から30万、調子いいと40万とか言ったりしますけど、やっぱ20万から30万ぐらいで収束していくので、まあそこをですね、プラスアルファ、積んでいくっていうところ、20万から30万のアカウントをやっぱ2個やっていけば、60万から90万、この100万に近づけていくよねというやり方でですね、5ヶ月目以降、まあ、今もうスタートしてますけれども、頑張ってやっていけたらと思いますので、そういう形で今後やっていけたらと思います。はい、お願いします。はい。まあ、そちらの方もですね、何かトラブルあったらご報告、ご相談いただけたらと思います。はい、ありがとうございます。はい。という感じですかね。ご質問というか、今現状で、今おっしゃっていただいたこと以外でですね、質問点、疑問点あったりしますか？特に最近 LINE 等でやり取りしていただいているところで解説しているので、今は特にないです。わかりました。よかったです。はい。うん。そうしましたら、じゃあ4ヶ月目、4週目ですね。これにて、まあ、ちょっと動画終了ということで、まあ、来月も頑張っていけたらと思います。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。失礼します。失礼します。